お城で仕事をもらえたりはしないよね。君、残念ながら一般人はお城には入れないよ。どちら様でしょうか。名乗るほどのものではないよ。君、観光客かい。今はそうなんですけど、もともとは王都でお仕事をするつもりで来ていて。出稼ぎってこと？お金のため。もうそうなんですけど、もっとたくさんの人の役に立ちたいと思って。実は私、錬金術師なんです。まだ見習いですけど。錬金術師。ああ、とにかく王都でお仕事をして人の役に立ちたいんです。そうか、いい夢だと思うよ。ところで、錬金術師さんは一体どんな仕事をしてるんだい？実は仕事は探しているところでして。それなら階段下の広場にある星の眉というカフェに行ってみるといい。カフェ？接客ですか？すみません、私接客はちょっと自信がないです。違う、カフェで働けってことじゃない。君面白いな。それじゃあどういう。そこでは仕事の斡旋をしているんだ。物資の納品、魔物の討伐、他にもいろいろ。そこに行けば君に合った仕事が見つかるかもしれない。そうなんですね。ご親切に教えていただいてありがとうございます。どういたしまして。お仕事頑張って。顔はよく見えなかったけど親切な人だったな。カフェのことみんなに伝えなくちゃ。